一発とは、麻雀における役の一つ。一ぼし。立時化をかけた後、一順以内には了した場合に、成立する。ただし、亡きが入ると無効になる。即という場合もある。一発の有効権は、リーチをかけた次の順目のつもまでである。ただし、その間に、チーポンカンが入ると一発は無効となる。チーポンカンが行われた場合、 チーポンカの発生があった時点で一発は消えてしまうとするのが一般的である。すなわち、泣きを入れた者の,の打敗で、論は量しても一発はつかない。リーチに付随する役であるため、ほぼすべての役と複合する。しかし、ルール上複合し得ない役が二つあるほか、定義のややこしい役もいくつかある。まず、チーポンカのない一順ないという定義上、令状開花とは複合しない。 ただしや利口とは複合する。これはや利口では、口が不成立とみなされるためである。また、海底老月とは複合するが、家庭老魚と複合するかはルールによる。残りつもパイが3枚以下でのリーチが許される場合は、複合するが、許されない場合は複合しない。一発は、ドラと同様として扱われるので、二、こぼし縛りの時率、価、一発のみでは量することはできない。 フリージャンソーなどでは、一発は赤、ドラや裏ドラとともにご襲儀の対象となっていることが多い。その場合、ご襲儀チップは一発赤裏につきます。一発石裏は、襲儀の対象になりますなどとルール説明される。一発を消すために入れる、なきを一発消しという。襲儀の比重が大きいルールではこれも一つの戦略と言えるが、単なる嫌がらせでしかない場合もある。なお、 一発は、関西圏では、即と言われることも多い。ファミリーコンピュータのマージャンでも一発で上がった場合は、リーチ即としてリーチと内包して二半となる。この場合は率、律、直、一発、つも、平和で、ピンズもありならば四個星二十歩で、子なら1300、2600、親なら2600オールとなる。ピンズもなしならば率、律、直、一発、つもだけで、 三個星三十歩。子なら千、二千、親なら二千オールとなる。この例の場合は、町である。町の種類と枚数が多いほど一発の可能性が高まる。期待度としては、状況にもよるが、短期、カンちゃん、ペンちゃんシャンポン、両面煙突三面、超、複合多面割となる。競技マージャンでは、伝統的にこの役を認めていない。 これは偶然性をできる限り排除するためで、裏ドラや高ドラを認めていないグループではこれらとワンセットで一発も採用されない。そのため、プロのルールに準拠する書籍では、大車輪などと共にローカル役として紹介される場合もある。しかし、現在一般的なマージャンでは一発はほぼ全てのルールで採用されている。ありがとうございます。